大体2000万リューベルぐらい出てくる。この除染ゴミどうするんだ。でさらにもうちょっと周辺で、まあ、東京、千葉、横浜、静岡の方もそうなのかな、山梨、あとねゴミ焼却場とか下水汚泥とか濃縮したものっていうのは結局は放射の特定廃棄物になっちゃって、これも行き先がないということで、本当にあの放射能ゴミだらけになってしまった。あの小泉さんの言う核の10万年の頃核のゴミももちろん問題ですし、もちろんそれ最大の問題なんですけど、もうありとあらゆる多様な膨大なゴミが本当にあって、そしてそれを誰も責任を取らないというこの国の構図が本当にどうしようもないなという。あ、なんかこっちで話を随分あとじゃあ短いで、自然が爆発的に伸びた理由というのは大きく私は2つあると、思っていてですね、まあ、そのうちの1つは誰もが言うことなんですが、どんどん安くなってきたという、太陽光、まあ、風力、今日風力入れてないですけど、太陽光とか風力とかあのどんどん安くなって、これはアメリカなんですけど、かつてアポロが月に行った頃のアポロの電気を賄っていた太陽光発電はダイヤモンドや金ぐらい高かったんですが、今やついに電気料金よりも安くなっていたという。でこれはですね、本当に今世界を変えつつあって、でなんで安くなるかっていう、これはあの自然エネルギーは確かにクリーンだし無尽蔵だしというメリットのほかに、あの唯一なんていうかですね、人類の知恵でエネルギーを生み出しているエネルギーなんですね。他は、まあ、原発は確かにあの、まあ、もう一つ別のあれかもしれませんが、原発は高くなる一方で、原発のコストを、まあ、図をちょっと今日入れてませんけど入れればですね、面白く原発のコストって歴史とともに高くなる。で一方で自然エネルギーがどんどん安くなるのは何でかというと、コンピューターと同じ原理で安くなる。これはあのインテルを作った50年前にインテルを作ったムーアの法則という、ゴードン・ムーア博士の名前にとってムーアの法則。コンピューターは50年前ムーアが、コンピューターは2年で倍の集積度、言い換えると2年で倍の性能になるということを言ってから今日まで、これは2004年ですかね、今日に至るまでコンピューターの性能は2年でずっと倍速なんですね。でそれが、まあ、皆さんが今お手元に持っている手元あのスマホは10年前には本当にスーパーコンピューターを動かしていたようなチップがスマホになっていくというペースで物事がこの先も進んでいく。でそれと同じことが太陽光や風力発電であの起きています。でそういう大規模というか小さな小規模分散型のハイテク型の技術で大量に普及していくものはみんなこれが適用される。あの液晶テレビもそうです。皆さんのご自宅に液晶テレビ、10年前のシャープの亀山モデルがもしあったとすれば32インチを多分おそらく皆さんは29万8000円ぐらいで買われる。そうすると1インチで割り算すると1インチ1万円なんですね。ところが今そこら辺でヤマザ電機とかに行くと、あるいは価格 .com で買うとですね、40インチの、サムソンとかがですね、4万円が平均で、安いのは2万円ぐらいからし、まあ、ソニーとかあのパナソニックでちょっと機能をつけたのは5、6万しますけど、それでも40インチでだいたい平均4万円です。そうすると割り算すると1日1000円です。まあ、10年で10分の1になり、性能はもっとはるかに良くなったんじゃないですか。 4K とか 4K はもうちょっと高いですけど、という形で、携帯にしろインターネットの性能にしろ、もちろんその2年で倍っていうのはこのコンピューターの計算スピードなんですが、あのペースはもちろん違います、それぞれ違いますが、ただどん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 一定のペースで性能が上がってコストが下がっていくというのは、あの今のこういう技術の共通で、それが我々のエネルギー、太陽光や風力に適用されて、ついに一般の電気料金とか、さらに原油とかガスとか、まあ、原発なんかはお呼びでないほど高いんですが、いわばこう独占型エネルギーを分散型のエネルギーが突き破り始めた。これ非常に面白い時代に我々入ってますね。でこれまでの10年もだから大きく変わったんですけど、これからの10年はもう一段大きく変わる。あので日本でもようやく、日本は確かに高いんですが、まだまだ高いんですけど、その高い日本でも上がる一方の電気料金に対してついに
屋根置きの太陽光のコストはほぼ今年、あ、昨年ですね、クロスしたと思われますので、そうすると、まあ、もう数年、何年かすると、四国電力の電線と縁を切って、ひょっとしたら太陽光プラス蓄電池の方が、汚い原発電気を買うよりもですね、気持ちもいいし安くなるというですね、時代が本当に目の前に、まあ、それまではこの春、原発供給しない電力会社から、まあ、買うことはこの春からできるんですけども、まあ、そういうなんかすごい時代に今なっています。でドイツは去年、33% のね、これちょっと2014年ですが、昨年が 33% ですけど、わずか本当に15年前には 6% でした。15年で5倍増です。で、原発は去年、メルケル首相が、かつて緑の党が決めたペースで2基、19基あった原発が2基廃止されて、でメルケル首相が311原発事故が起きたときに8基止めてですね、でその後去年の6月にもう1基、かなり大型の130万キロワットの原発、日本郊外にある原発を止めて、あと残る、8基ですね、残り8基は2022年までに全て廃止にしているということは、ほぼ順調にできている。で、まあ、ドイツは今、まあ、もちろん昼間と夜とか1年で違うんですけど、まあ、昼間太陽光がある程度カバーして風力が供給して、で、まあ、ドイツの電力市場って非常に面白いことがいろいろ起きているんですが、一番面白いのは大手の電力会社がですね、非常に今もがき苦しんでいるということです。でその一例がとにかくこの廃炉の電気がこれまで大手の電力会社が供給した電気、石炭とか天然ガスとか原発の電気です。それが太陽光と風力によって供給力がどんどん特に下げられてきて、で昼間のこれドイツは電気料金がですね、電力市場で価格が決まるので昼間の電気代が太陽光がぐっと入るので安くなるという構図が、でそれによって何が起きるかというと、これまでこれ全部廃炉の電気だったものがですね、昼間の電気を高く大量に売れてたのが、昼間の電気が売る量が減ってなおかつ価格が買い叩かれるようになったので、ドイツの四大電力会社は、まあ、日本でいうと東電、関電、中部電力に相当するこの3つの電力会社の利益が急激に下がっている。でそれで一昨年2014年の12月ですが、このエーオンという、この一番下にある会社ですが、エーオンが会社を2つに分けて、1つは自然エネルギーを中心にして、もう1つは石炭と原発を中心とする古い電力会社と新しい電力会社に2つに分けて、この古い電力会社を今後売っ払っていきますみたいなことを言ってる。でちなみにエーオンというのは四国電力は足元にも及ばないですね、売上18兆円という日本の電力会社を全部足し合わせという大きな会社なんです、ね、それが今後原発と石炭にけじめをつけて自然エネルギーの電力会社に生まれ変わるなっていうふうに大きく舵取りをしようと。でそしたらつい先日今度は RWE というですね、まあ、こっちを東電だとすると、関西電力に相当するドイツ2番目の大きな電力会社も会社をこれから分けて自然エネルギーを中心にやっていくということをまた発表してですね、本当にドイツの電力会社は非常に大きな激震というかですね、大激動が起きつつ、ですからこれまで自然エネルギーというのは高いで大した量は期待できないし、とにかく電気というのは買ってくるもので不安定だし、蓄電池が必要で、まあ、家庭は蓄電池は今後役に立つと思いますが、送電線に対して蓄電池がいるというふうに四国電力を言ってたんですが、しかし実はもうかなり限りなく今後安くなっていって、最終的にはほとんどただ同然になっていくんじゃないかというふうに、まあ、言われています。で量は本当に膨大にあって、我々人類が使っているエネルギーの1万倍太陽エネルギーだけでも降り注いでますし、でも誰でも作れるようになっている。で、自然エネルギーが不安定なんではなくて、ただ変動するだけなんです、ね、ただ変動は予測ができますし調整もできるし、蓄電池はもちろん家庭で
独立系になるのは蓄電池は重要ですけど、送電全体については柔軟性っていう形で全体で変動吸収できるっていうのが、まあ、あの大きく、考えては分かる。であとデンマークがこの分散型がはっきり出てる。この1980年から2012年までの30年間の間に十数機の大型の石炭火力発電で大きく2つの独占電力会社だった状況から、現在は6500機の風力発電で、でコージェネレーション、バイオマスとかあと天然ガスを使って電気と熱を暖房と電気で使うという分散型で、風力発電が6500機、コージェネレーションが今1000機あります。でもう一目瞭然でもう完全に分散型のエネルギー社会で、デンマークは自然エネルギー 100% をですね、2012年に決定をして2050年までにあの自然 100% にするんだという国家目標に掲げて、で去年は風力発電が世界、最高の 42% 電力ですね。それにバイオマスが 20% ですから 60% が自然エネルギーという国で、しかもこの6500機の風力発電と1000機のコジェネレーションを地域の人たちが持っているんですね。独占電力会社じゃなくて、みんなが共同組合とか農家の人なので、そういうエネルギーというのはこれからそういうですね、自分たちが、持って生み出すものという、そういう意味では原発火力、原発と石炭火力のしかも独占、大規模中央独占のいわばこの第二証言の隅にあったエネルギーから、小規模で地域自立でしかも自然エネルギーという第四証言に大きく今エネルギーは変わろうとしているという、まあ、そういうトレンドが、まあ、でしかも、まあ、エネルギーは地域で生み出すとその恩恵が丸ごと地域に戻ってくる。まあ、大体人口1万人の町というのはですね、4000世帯ぐらいあって、でそういう町というのは大体税収が10億円なんですけど、で1世帯25万円ぐらいの光熱費、電気と灯油とガスを使っているとすると、まあ、大体日本の平均はそのくらいですが、25万円かける4000世帯だと10億円です。この光熱費は税収にほぼ匹敵するんですね。でこの金というのは電気代として地域から流れていきますし、灯油代も地域の外に出て、ガス代も外に出て、でしかもこれは丸ごとまた燃料費として海外に流れて、大体 GDP の 5% が失われています。まあ、今灯油が原油が若干安くなってますけど、こう原油の安いのも一体どうなることやろうというか、ですからこれを地域の中で循環させると、実は GDP の 5% が地域の中に循環します。で外に逃げるお金っていうのはそのままマイナス GDP なんですけど、中で循環するお金っていうのは4回ぐらい循環しますので、ひょっとすると GDP マイナス5が0になるプラス5ではなくてプラス 20% ぐらいの可能性があるんですね。まあ、この高知は仁淀川システムとか言って、ほろ酔いシステムか、なんか、軽トラで山で間伐材を拾ってきたら大体軽トラ1台2000円か3000円か引き取ってくれてっていう、でそうすると燃料費としても助かるんですが、もらった人はそこでまた1杯引っ掛けると、それでほろ酔いシステムとか言われますが、でその1杯引っ掛けた居酒屋さんはその儲けでまた、近くの仁淀川の鮎とかですね、また近くの農家で買う、でまたその人はというか、お金が大体平均で4回循環するんです。それが非常に地域経済としてはいいですし、でエネルギーはやっぱり地域でちゃんと持つっていうのは経済的に非常にメリットがあって、汚いですが、例えば太陽光、メガソーラーを地域の人たちが持っているメガソーラーであれば、1台3億円をかけると合計で4億円ぐらいが20年かけて地方の税収とか税引き後の法人利益とか従業員の所得とかがなって20年で、投資した額の何割か増しが戻ってくる。でお金とかですね、メンテナンスを若干外に託すと少し外にお金に逃げるんですけど、それでもあんまりこう体操は変わらないんですが、でもそのメガソーラーを例えばよそ者が持っていた場合ですね、東京の投資会社とか今中国とかアメリカの投資会社が持ってたりしますが、そうするといきなりですね、地域に落ちる金が8割外に逃げている。自然エネルギーというのはやっぱり自分たちが
あの地域の人たちが所有権を持ってお金も仕事も地域で回していくというのは非常に重要ですし、しかもそのことができるわけですね。大型の石炭火力とか、ましてや原発を地域の人が持つことは難しいですし、持つ必要もないわけですが、自然エネルギーを、地域の中で循環させるということが、まあ、地産、そういう意味で地産エネルギーの地産地消よりも大事なのは地産地所有ということを、まあ、ずっと言われる。それを、まあ、ご当地電力、ご当地エネルギーというふうに言って、今日本全体で小さな市民団体の取り組みを合わせると、この前集計したんですが、3115に180ぐらいのこういうご当地エネルギー、ご当地電力というのが今立ち上がる。でこれはまだまだ電力の供給量としてはほんのちょっとごくわずか、日本全体の1兆キロワットアワーのうちの本当にわずかだと思いますが、しかしあの日本中で立ち上がるこの人たちのいわばこう思い、パワー、エネルギーというのは、はるかにですね大きいものがある。で今中心になっているのは福島の佐藤弥右衛門さん、230年続く大和川酒造の酒蔵の第9代目の佐藤弥右衛門さん。でこの方は、福島県は自然エネルギー 100% 2040年まで目指すんだと、これを、弥右衛門さんはそれを上からとか外から来たよそ者が達成するんじゃなくて、自分たちが地域のエネルギーで達成していこうという。しかも福島っていうのはあの東京電力が原発を作ったいわば電力植民地なんですが、植民地は今に始まったことじゃなくて、猪苗代湖という福島県の代表するあの湖の水利権は東京電力です、ね、であの奥多摩とか多摩という非常に豊富な水量があって、でそれの水利権はあの電源開発と東京電力の、有名な話はあの県境にある尾瀬ですね、あれは東京電力の所有物です、水源地だから。で八重門さんで、しかもあの奥多摩、奥多摩地方にある水力発電だけでも300万キロワット、福島県のピーク時は150万キロワットですから、あそこの水利権を東電から奪還するんだと。取り返したら福島県は直ちに、エネルギー 100% になって、しかも今水も取られて電気も取られてお金も取られているのを原発だけじゃなかったんです。それを全部取り返そうということで、今東京電力がいかに買収するかということを八重門さんと相談をしているということで、同じ東京電力の植民地新潟でもですね、オラって市民エネルギーの去年立ち上がって、これ新潟市役所が全面的に協力して、新潟市役所が持っている土地と屋根は全て無償で貸し出しますと、この市民グループですね、ということを決定をして、もうすぐ、市民ファンドの募集が始まりますけれども、本当に新潟、オール新潟の人たちが集まってですね、自分たちはエネルギー自立社会を作っていくんだということを、それこそ泉田知事と足並み揃えてですね、新潟でも、まあ、東電のお膝元からこう陥没が、やられたということで、まあ、エネルギーの話はですね、そういう意味ではあの民主主義と非常にあの、重なり合ってます、まあ、本当にまさに原発というのは、独裁と反民主主義の象徴ですね。秘密とそして軍事とつながる。で、自然エネルギーはどこにでも降り注ぐ、太陽、特に太陽エネルギーですね、風もどこにでも吹きますから。でそのエネルギーをみんなが自分たちで使えば、あの全ての人たちにとってメリットが、その地域にとってメリットが、障害世代にとってもメリットが、で、やっぱりそれはあの民主主義の戦いと全く同じ道のりで、まあ、最初はバカなことやってるというふうに、ただ無視されますが、目立ってくるとあざけ笑われる、しかしドイツのようにもう大きな電力会社が姿勢を変えるぐらいになってくるとですね、まあ、本格的なバトルとなるけれども、少数の限られた独裁の人にしかメリットのない原発よりも、全ての、そして将来世代の人にやはり、便利のある、エネルギーを自分たちの手に取り戻す戦いというのは、私は必ず勝てるというふうに思います。はい、どうもご清聴ありがとうございました。